体温まる本格薬膳がゆモーニングにメロメロ。愛知県半田市にある標高茶館さん、おはようございます。いらっしゃいませ。お店のオーナーは中国出身。中国茶や薬膳料理の魅力を伝えたいという思いが詰まったお店なんです。そんなお店のモーニングは、お待たせしました、薬膳がゆモーニングセットです。本場の薬膳がゆが味わえるオーナーこだわりのモーニング。黒米がベースの薬膳がゆ、食材は2週間ごとに変わり、この日はクコの実やシソなどが使われていました。手作りのザーサイや中国の発酵食品腐乳で味変するのもおすすめ。薬膳スープや中国茶と香辛料に漬け込んだゆで卵、揚げパン、サラダにデザートもセットです。名鉄甲和線青山駅から歩いて10分のところにありますよ。次はどんなモーニングに会えるかな？